たらこもきこでございます。全然特徴つかめてない。やばいやばいやばいぞ。大鳥圭介だね。出ないな。はい、おメンタ第2部鈴木です。木村です。福口です。というわけでこちら若大のホテル、もう早朝5時とかですよね。そんな早くに5時集合ということで、視聴者の皆さんに決めてくれた寒さっつらね、この形でからでしたよ。息すごいですね。最近のその気の緩みたるみ、乳首の色素沈着、これ感じてるわけですよ。そこに対するですね、やはり急ぎが必要なんじゃないかと。我々急ぎが。ちなみにウケシさん、ホテルへ着くなり稚内のデリヘルを調べる。マジっすか。そうですね。俺僕結構趣味で、地方に行くとその土地土地のちょっと大丈夫ですか。いや見るだけですよ。見てその値段だったりとか、女の子の質を見て、あ呼ぶだけ、あと呼ぶだけ、呼ばない、あこういうんだなって調べるだけ、呼ぶだけ、満足するだけですね。いろんな方が見るんですよ。稚内にあったんですよね。ありましたか。最北端の出勤 OK2人っていうですね。2人だけっていう2店舗あって、1店舗が朝の10時から18時までしかやってないっていう、昼間しかやってないっていう店と、その2人しか出勤してないお店っていう。呼んだんですかね。いや呼んでないです。すごいですよね。だから狭い町ですから、地元の人が呼んだらあるんですね、やっぱり。だから流れ着いて、本当は例えば岩手の子とかでね、やっぱその実家の土地の割り振りでいろいろ揉めていくしかなくなってみたいな。まあ具体的には分からないんですけどね、どういうか。これを最北端マックです。最北端のマックがなんか寒そうとなるといるんですよ。また駐車場の端っこでね、これがほんと端っこでしたね。そう、なんか最初ゲーセンがね、ここ日本最北端のなんだっけ、戦国大戦がおいしそうでつって一回誰かが行ったなんて言って、じゃあこれも最北端じゃねえななんて言ってたら、本当にそうだと。朝やってるのが好きやとマックぐらい。マックぐらいですかね。そのでもそんなコート必要あります？何を言ってるの？でしょやっぱり。これ完全に AV だよね、これね。ワンボックスの後ろでいたずらされる AV だよね。帰りに回収すればいいよ。これすごいこと言いますよね。帰りに回収すればいいよって。あれなかなか一番寒いです。傘地蔵だよ。夜はこうやってるから大丈夫なんじゃない。傘地蔵読んだことないのね。同じこと言って。彼が来ても、彼が来ても、彼彼言ってるじゃないですか、みんな。だって優しい紳士の人がスーツだし、紳士が優しい紳士の人がね、ボタンちゃんとね、ボタンとあったかそうね、喜んでるよ。あったかそう。なんだこれめちゃくちゃ面白いな。笑ってる、ドナルド笑ってるよ。心なしか笑ってましたね。本当美談ですよね。美談。店員さんどう思ったんだろう。いや本当にスーツの男性が。いやこれはね、去っていくっていう。美談ですね、これは。すごいな。下手すりゃもうこの市内新聞に載ってもおかしくないよ、俺。ある朝かけられていたコートがみたいな。降ってきましたね。すげえ。降ったりやんだりでしたね、本当にここ。すごかったよね。またこんな道なのにさ、地元の人は飛ばすんだよね。ちょっと煽られたりしましたね。抜かれたもんね、ランクルにさ、偉い。慣れてますからね。結構かかるんですね。1時間。まあぐらいかかりましたね。あらららら、綺麗なとこじゃないですか。いやまあ本当に日本なのかっていうか、寂しい感じだったけどね、やっぱ。あ宗谷岬ですよ。うわすごいな。明け方のどこで妖怪出てきた、油すましみたいに出てきた。何の説明もなしにこれを。何の説明もないな。防寒具ですよね。防寒具。ソリと一緒に買ったんですよね、これね。雪国の人がああいうものをやってる。大昔ね、大昔。テレビで見たことある。またいとかじゃないですか。死ぬんじゃないかな。サンタがこれ埋まったんですよ。埋まった。足が落ちた。おお。これ転んだのかと思いましたもんこれ。階段だからあの下全部平らに見えて下雪なんですよ。なんだこいつ。おかしな人いるな。あんなスーツってちょっとすごいな。ホームセンターなんかで。そうそう。298円とかそれぐらいで売ってました。ここにいるんですよ。ソフトバンク入りますちゃんと。単も取ったんですよ。でもこんな時間から除雪車はガンガン動いてましたよね。これはね。ここにいますよ。いい泣き言だな。宗谷岬でいうと重さが違うよね。手袋忘れちゃって素手でこう藁を。素手は地獄だよ。風がさヒートテック的なものも一切着てなかったんですよ。最北端。あ、よく見るこの。そうですよ。モニュメント。ここですよ。俺もう足元白いグラデーションになってる。雪でやられてますね、完全に。さあ、もう本当寒かった。あら、何の意味もないでしょ。いや、あれ、よかった。足はやっぱり、あるとないじゃ。本当かな。やっぱ、そりゃ先人の知恵を馬鹿にしちゃいけないよ。二度と多分これ来ないぐらいだと思うんですけど。メガネに雪溜まってる。霜がもう不老者の知恵みたいになってる。虫ですよね。本当やってることがここ大丈夫だみたいな。いやすっげえ本当に画面向かって右手からねバンバン東の方からね風が。なんだこれ。上村直美物語かと思った。ちょっと吹雪。すごい。サンタをもうお気に入りでしたからね、そうやみさき。あ、本当面白かったですね。面白かった。はあ。本当階段の先から流氷に行きたかったですよね。そうなんですよ。日の出が出なかった。日の出がね、もう雲が厚くてね、ちょっとなかったんだよね。あ、なるほど。それを拝むためにこの朝早く。そうそうそう。しかも時期的にもしかしたらその海じゃなくて内陸から出るかもとは前日居酒屋の人から言ってましたね。びっくりしたもんね、地元の人も。宗谷で日の出見れてたら、あらあらあら。準備が整いました。ここからまた訳が分からなくなるっていう。いや太陽が日の出の代わりの太陽が。いや初めて見る木村さんにちょっと感想を聞きたいですよ僕。感想を。はい。それでは受さん、日本最北端の地でのみそぎお願いします。まずここからですよ。おたふくがなんで踊ってんだよ。なんでお面をつけて踊ってんだよ。急に。最北端からおたふくが登場して踊るっていう。急に真面目に謝罪っていう。なんなんだよこれ。いやそうでしょ、そうなりますよ。木村さんなんか言葉を発しないですから。ふざけてんじゃねえかよお前。この流れも意味が分かりません。すごいコンボだ。おたふく謝罪サルカニが。すげえコンボだなこれ。どういうことだよ。始めちゃった。始めちゃったよ。すごいな。失礼だよな。このモニュメント。いやいや本当ですよ。紙芝居を第二章。これね雪がすげえ。風がすげえ。これね右側から高さがね雪をかけてる。しかも吹雪になるように俺絶妙にこう散らしてるんですよ。耳にガンガン入っちゃって風がすごいなこれ。全編通して耳がすごいすごいスピードで今置いてかれたわ今。すごいな。ちょっと結構長いことやってましたもんねこれ。おかめんとか最高だな。なんでおかめ急にとってこの度はってちょっとすごい今すごかったな、あの一連の流れが。おお面白い。どういうことなんだよ。カメラもありましたっけ、リクエストのおかめとかそういうのないです。ない急にでしたもんね。あの紙芝居は花咲くんちの娘さんにあげました。花咲がってよかった。まさか最北端でつまびかれた紙芝居とはね思わないよ。面白かったな。ちょっとショックだったな。ショッキング映像ですよねあれ。今コメンタリーで見てたらあなんかあるなって読めたけど、映像を初見で見てたら謝罪しに行ったのにいきなりこうやって踊りながら出てきて謝罪して、それであサルカリ合戦をって前後になんであれを挟んでくるんだっていうおかしくなっちゃった人で寒さでなんか映画泥棒のあれかと思ってるダンスのやつですね。いやいいですね、2部構成でこれ見応えが。でコートを取りに、あとこういう目線で冬の宗谷の映像なんてなかなかないからね。ないですね。なかったんですよね。それないかな。で走って店内に取りに「ちょっとすいません」っつって「あそこにコートが」って言った瞬間に「あー」って言われてあの紳士が帰ってきた。すげえ返してくれました。ちょっとアップルパイぐらいくれればよかったらな。ありがとうございましたっつってさ、ポッキーに入ってた。そうですね。熱々のホットパイがちょっとほっこりしちゃうな。ああでアザラシが普通にいるんですね。ちょうど来る。いや空港に着いたらもうこの時期見られますよ。で行ったらすごく寂しいとこで。いや行ったら今捕獲をしてるから取るなって言われて。これすごい光景だったよ本当に。捕獲？アザラシが大きい箱の中に入れられて、45人から棒でつつかれてアザラシがうわーわーって言って、俺たちは確実になぶり殺しにしてると思ってもう引いちゃったっていう。捕まえて観測装置をつけるってことで、カメラなんか変なの体につける胴体に GPS とかねカメラとかをつける。そうそうそう。で日までのサップまで行ったけどね、やっぱ冬行くとこじゃないんだよ。夏みんな遊びに行くんだよここに。食事どころもねやっぱ夏市とかしか空いてなくて、でまあせっかくなんでねこういう、いやこれほんと最後いい場所を見つけちゃいましたよね。いい場所見つけたよね。まあやろうとは犬ぞり車で引こうって話はしてたんですけどね。してたんだけどね、ここはいいとこだ。一歩間違うと拷問だからね。いやもう乗りこなしてますからね。すごいな、安定感がやっぱありますね。なんかね違うでしょ。離脱ちゃんと離脱してこんなことばっか上手になっていくっていうね。いや素晴らしい。いやいやいやいいの撮りましたね。いやだからこれもジーパンだから雪がガンガン入ってくるんですよ。いやいいですね。